こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、建築基準法の中の建蔽率の基本について解説させていただきます。建蔽率については、宅建試験でもよく出題される部分なんですね。で、理解していない人、非常にたくさんいらっしゃいます。で、また苦手としている人もたくさんいらっしゃいます。なので、できるだけ建蔽率がどういったものなのか、理解していただくために、基本的な部分を今回解説させていただきます。まず、建蔽率って、どういうことなのかというと、敷地面積の中でどれだけ建築面積として使うことができるのか、これを数値化したものが建蔽率なんですね。なので、数字として表すために計算式があって、建蔽率は敷地面積分の建築面積、このように表すことができます。で、ここまで聞くとですね、また何を言ってるのかわからないっていう風な感じになるんですね。なのでちょっと具体例を出して解説させていただきます。まず100平米の敷地がありました。敷地っていうのは建物として使う土地の面積です。今回建物がこの赤い部分なんですね。で、これは上から見ていると思ってください。敷地があって、これを上から見てます。上から見た感じですね。敷地があって、その中の一部、真ん中ら辺に建物が建っていますよと、屋根部分が見えてるってことですね。で、これが、50平米でしたと。すると、100平米の中で、50平米だけ使っているということだから、敷地面積から考えたら、半分だけ使ってますよね。100平米の中の50平米分だけ建築面積として使っているわけだから、半分だけ使っている。半分っていうのは、50% ですよね。2分の1です。で、これ計算式で言うと、100分の50です。これが、イコール 50% であり2分の1なんですね。ただこれ建蔽率を表す時なんですけども、10分のって分母を10にする習慣があるんですね。なので、10分ので考えると10分の5になります。これイコール 50% であり2分の1でもあります。一緒の数字ですよ。一応10分の5と表しておきます。ここまで OK でしょうか。なのでこの図の具体例で言うと、建蔽率は10分の5なんだっていうことですね。で、続いてこっからルールに入っていきます。ルールがあって、用途地域ごとに都市計画で定められた建蔽率の数値があるんですね。それを超えちゃいけませんよ。建物を建てるとき、または建て替えるときですね。そういった場合、この都市計画で定められた建蔽率の数値を超えちゃいけませんよっていうルールがあります。例えば低層住居専用地域で言うと、10分の3、10分の4、10分の5、10分の6と4つの数字があって、この中から都市計画で定めるんですよ。都市計画で定めるっていうのは、行政側がこの辺りの土地についてはじゃあ建蔽率10分の3にしようかとか、この地域だったら10分の5にしようかみたいな感じで、低層住居専用地域であったとしても、その地域ごとに数字が違うんですね。例えば都市計画で10分の3って定めたと仮定します。10分の3って定めたら、これ見てください。こういった建物を建てようとすると、これ10分の5なので、この10分の3を超えてますよね。だからこれは違反になっちゃうんですよ。これダメですよってなります。じゃあ、もし10分の3で定められているっていうのであれば、この建物っていうのは30平米にしなきゃいけないんですよね。建築面積を30平米って、ちょっとちっちゃくなるんですけども、そういった建物であれば建築できますよって話です。で、一方でじゃあ、10分の5でこれ指定されていたと。ここ、低層住居専用地域と仮定して、ここの建蔽率は都市計画で10分の5って定められていたのであれば、これは OK なんですね。10分の5超えてないですよね。ぴったりなので、これは OK ですよ。違反じゃないですよ。っていう話です。これっていうのは低層住居専用地域だけじゃなくて、中高層住居専用地域とか、工業地域とか。でも、同じように数値を定めてきます。ただ、この選ぶ数値が異なってくるんですね。でもそこまでは、覚えなくてもいいです。今回低層住居専用地域は4つ書きましたけども、これ覚えなくても大丈夫です。問題に数値は出てきますので、一応、イメージとして覚えていただきたいのは、いくつか数字があって、その中から都市計画で定めてくるんだな、っていう風な感じでイメージできればもう十分です。ただし、一つだけ例外があって、商業地域ですね。商業地域っていうのは、駅前ってイメージですね。駅前の地域。
そこについてはもう10分の8、建蔽率は10分の8ってもう決まっています。これは都市計画で決まってるんじゃないんですよ。商業地域だけ建築基準法でもう10分の8ってもう決定しているんですね。まあ、この点だけはちょっと例外的に注意していただきたいんですけども、まあ、その他の用途地域については、まあ、全て都市計画でいくつかの数字の中から選んできますので、まあ、ここだけですね、対比して頭に入れていただければと思います。なんで、まあ、今回頭に入れていただきたい部分で言うと、まず、建蔽率はこういうふうに計算できるんだなっていうところと、あとルールがあって、都市計画で定められた数値、まあ、商業地域の場合は建築基準法で定められた10分の8、まあ、これを超えちゃダメですよっていったことですね。まあ、ここをちゃんと頭に入れていただければもう十分です。で、もし、計算が苦手な方いらっしゃると思います。で、この計算もこれできないよと、何言ってるかわかんないっていう方は、もうここはもう全然飛ばしてもらって大丈夫です。まあ、建蔽率の部分、出題されたとしても一問です。なので、数学から勉強しているとすごく時間がもったいないので、もうこの1点っていうのはもう捨てていただいて、その他の部分で勉強を進めていった方が効率的な勉強できますので、もうこの算数、数学がわからないっていうのであれば、もう全然気にせず飛ばしていきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。